戦国時代とは、日本の歴史の中で応仁の乱から大坂の陣までの約150年間のことを言います。この時代には多くの武将が活躍しました。彼らの言葉には今でも多くの人々に感銘を与えるものがあります。竹中半兵衛、要害外科に堅固であっても人の心が一つでなければ物のようをなさない。この名言は城の強さや防御力よりも城の中の人々の結束や信頼が大事だということを示しています。半兵衛は19歳の時にたった16人で稲葉山城を乗っ取り、主君の斎藤辰興に還元しました。竹中半兵衛は豊臣秀吉の軍師として活躍した人物で、義理と理性を重んじる性格でした。彼は多くの名言を残しています。